イエス高須クリニック、このコマーシャルでおなじみの高須克也院長先生にお越しいただきました。イエス高須家が小四郎さんですか、はい、が出会ってなければ歴史が変わっちゃってたんですよね。あ、本当変わってたと思います、ね、コマーシャルね、はい、ドバイで撮られましたよね、ヘリコプター、はいはい、あれはご自分のヘリコプターなんですか。その時その時でチャーターします。まあそうなんですか、はい、で一番新しいやつはドバイ空軍のヘリです、はい、黒いやつ、なぜドバイなんですか。ドバイで開業する計画で、あ、作ろうと思ってて、はい、そこで開業する準備をしている時に税務署に踏み込まれて、はい、でお金が動かさなくなって伸びちゃって、はい、だから世が世であればドバイの大富豪になってたはずなんですけど、いや、だその時 CM だけ先に作ってた。その CM は先生が考えられたんですか。だいたい行ってそのまま実写で撮るんですから。そうなんですか、うん、何にもCG で作ったり、はいはい、セット作ったりなんかするわけじゃなくて、はい、アルバムはこうして喋ってるやつを撮って、はい、そのまま細切れにしてやるようなものですから、はい、あのヘリコプターでもちゃんと操縦席僕座ってますよ。副操縦士の方に操縦してて、はいはい、僕操縦士席で、はい、時々やると危ないからぶっ飛ばれる。イエス高須クリニックっていうのは発案者はもともと女房が、はい、イエスって名前はいいなって言ったんだけど、はい、僕一番最初に包茎の手術を、はい、PR するときに、はい、それの前哨戦としてコラムを連載してましたね、はいはい、であの中で、はい、イエス・キリストの包茎だったっていうコラムをずっと書いてて、はい、でイエス、イエス、イエス、はい、高須クリニック、イエス・キリストの包茎だった、だから、はい、イエスって言って大阪の院長先生ってご子息のお嫁さんですか。大阪はね、はい、長男の嫁です、はい、院長は面白いコマーシャル、でも歩けばイエス・高須クリニックとか、あれは多分ね、はい、次男と長男の嫁が考えてます。そうなんですか。素人が考える、はい、やつも面白いですよ。でも面白いです、ね、名古屋も面白いですよ。名古屋のシンデレラが出てきて綺麗になりたいって、はい、ああ、はい、じゃあ今は先生は手術はどこでされてるんですか。銀座で。銀座で、はいはい、お金持ちのおばさん以外来る来させるんじゃないって言ってる本当に言ってるんですよ。先生は時給にしたらいくらなんですか。すっごくお金のかかるようなことは全部立ててやるもんね。月収とか分かってます。今はゼロにしてやるんじゃないかな。へえ。もうお金欲しくないんだもん。被災地なども行かれて、はい、たくさんの方を助けてらっしゃる。それは莫大に 何十億円も、ねはいね、寄付しちゃってるやつはすごい多いですよ。だって僕夜食べる食べ物は全部ふるさと納税です。そうなんですか。ふるさと納税だけで、はい、だって食べるもん困らないんだもん。守秘義務もあるかと思いますが、はい、言える範囲内で手術された有名な方とかいらっしゃいますか、はい、いっぱいいらっしゃいますけど、はい、現実にはそれ罪になっちゃうから、はい、ただやる計画だった方たちは、はい、大丈夫ですよ、はい、僕の、師匠のピエール・フリニエ先生も、はい、からロキタニー先生もね、はい、みんな大スターの整形をやって有名になって、イブ・キタニー先生は、はい、エリザベス・テイラー、はい、それからマリー・モンロー、ジャキン・ケネディ、サルバドール・ダリの奥さん、ピカソの愛人で、みんな整形してて、でなんでそれ知ってるかっていうと、はい、先生お金持ちだから手術料取られないんですよ、はい、で手術料取られない代わりに、はい、その人 の大事なものをくれって言って言うんですよ、でピカソがイヴ・キタニー先生の顔をね、描いている肖像画を持ってるし、サルバドール・ダリ のリトグラフって、こんなに厚み全部原画のやつを持ってるし、これすごい自慢で、これ、はい、僕もこの頃、はい、そういう癖になって、はい、偉いさんが、はい、おいでになって手術をお願いします、で
手術料はおいくらですか、はい、僕の手術料は50年前から変わってませんけど、はい、ただ気が向かないとやりませんって、はい、それでイボピタンギ方式ですって、はい、なんかすごいものいっぱいもらってます今それでイボピタンギ先生のすごいのはね、はい、最後までね全部自分で手術なさってたの。そうですか。死ぬ直前こんなになってもやってたの、はい、でねイボピタンギ先生のね僕の遺言がね高須君って手術したらね絶対にあの最後の縫うところまで君がやれ、芸術家はね、はい、あの絵を描いたら最後に弟子に描かせても最後のサインだけは自分で描く、はい、サインをねしないっていうのはね大間違いだって、はい、それでイボピタンギ先生、はい、晩年になっててから手が震えて目が見えなくてで縫い目見るとジグザグになってたり歪んでたりなんかする、うんはい、それがまたみんなにステータスで、はい、でわあすごいって味があるって、だからあ確かねイボピタンギね息子たちの世界懇親の時に、はい、あのブラジルから呼んだんですよ、で面白いって言って隣にデヴィ夫人座らせたから、はい、デヴィさんすごく感激してピタンギが来てるって言ってでも今のってあの家の先生聞かれた質問って割とみんな知ってる質問なんですよ。みんな知ってますか。もっと怖い。じゃあ、 あのその有名な方で、はい、言える美容整形した人。あ、そうか、美容整形の話なんだ。そうそう、僕はあのその極道の話やりたいなと思って極道の奥さんなんかもいっぱい、それはもういっぱい、いっぱい、一番最初に高須病高須クリニック作る前、はい、高須病院の中で整形してたの、みんなね、うん、いい方ばっかりで、はい、極道の奥様たちって、うん、できるだけ、うん、目立たないように、うん、いじめられないように、うん、僕と逆ですよ、僕いじめられても平気だから、うん、文句があるかってやってるけど、うん、みんなあのおしとやかで立派な人ばっかりで、うん、それで有名な親分も手術やったことある、指詰めておいでになってね、うん、それであれのいっぱい子分連れてこられて、うん、それで綺麗に丸めてくださいって言って、うん、それで電子麻酔かけてで自分かけて繋いじゃったの、うん、電子麻酔ですか、丸めるって言ったと、うん、切れっぱしはって言ったのこれだってと切ったばっかりだからフレッシュなんだっけ、血管動脈静脈2本つなげば生き返るんだ、それで1週間後にギブスで全部固めて、うん、1週間後にあのまた返しに行ったのね、うん、たら車が黒い車がいっぱい並んでるの、なんだって言ったら今日親分が包帯取る日だからってね、でそうかって言って褒められちゃうかなって言って行ってたらあの白衣に着替えてたら、うん、たら順調が血相変えて飛んできてね、うん、先生逃げてくださいって大変です、うん、ってなんだなんだいやーってバタバタってすごい大きい音がしたの、どうし何だって言ったの、色がついたんじゃないけって言ってすごい怒ってますよって、みんなあのわしらのために詰めてくれたって言ってみんなでお見舞い来てたら指がついてるって言って、それですぐ二度と来ちゃダメですって殺されます、なんでって言って指つなげられてって、でも指を持ってる予定だったね、そうなんです、そうなんです。だから親分が持ってると思ってたんでね。はい、お金もらいました。だからその時給って言ってるから、うん、あれこそね、うん、1000万もらっても割り合わないぐらいですよ。はい。はい、1時間。じゃあすごい時間かけてやったんだもん。そうなんですか。今日はいろんな、あの裏側と表側といろいろ伺いまして、本当いっぱい喋りたい。ありがとうございます。もうこの笑顔がね、本当に。いいですよね、皆さんハッピーにしますね。いや、明日は鬼の委員長です。そうです、全般では鬼ですから、はい、負けろって。そうなの、ありがとうございます、はい、失礼します。